皆さん、はじめまして。松尾とばっちです。第3回なのに、初めて見たあなた、ようこそ。この番組は、ホッピング、ステッピング、ジャンピング、ワーキング、ウォーキングです。ありがとうございます。第3回でございますけども、なんと、九州から急に本州へと舞い戻ってきました。この番組はね、私が平成の伊能忠敬になるまでの道のりを、皆さんと一緒に追っていくという番組なんですけれども、今のところですね今ですね、紆余曲折ございまして、5921ポイント私は、所持していると。それはね、もう残すところあと7000弱どころ、もう6000ぐらいかな。6000ぐらいなんですよ。もう早いでしょ。まだ2回しかやってないんだけども、もう6000ポイント持ってる。ほぼ、お、戦国絵巻のような何かが来ましたけども、中身はあー、なるほど、こっちか、ここか。ほう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 、我が国ジャパン。今じゃ、あ、なるほどね。今ここ和歌山県に青いシールが出てますけども、ここは日本橋を出て、まあ、こっちにこういったわけで九十九里を目指してたわけですね。で、うわーっつって1600ちょいで、前回ですね、私がかなり稼ぎましたので、それがうわーいって、おーと、ここか、今高岡に到着と。今回からこのアイテムを携えて3店舗目、巡っていくわけですけども、今日来ているのは埼玉県さいたま市は見沼区にございますメガガイア東大宮店さんでございます。何度かお邪魔しているお店さんではございますけれども、私もね、実はさいたま市に住んでいたことがございますから、埼玉には幾分詳しいですけども、ただね、やっぱ今までやってきた、その九州のね、知らない土地ほど、まあこう言っちゃ失礼ではありますけれども、掘って何か出るのかっていう不安はあります。いや、僕もう何年かな、数年住んでましたけども、やっぱ住んでたから、埼玉の、僕は福島出身で、埼玉出身の人たちと仲良くなるわけですよ。まあ、やっぱ埼玉出身の方は、一様に何もないよとおっしゃるわけです。東京には近い、私たちには池袋があるというわけですけども、わけどもやっぱり伊能忠敬さんもこの辺はスッと行ったと思うよ。スッと行ったと思う。今日は、北海道入りを目指します。くしくも私、この収録終わった後に飛行機で北海道へ行きますのでリアルに北海道にも行くんですけれども、今回のワーキングウォーキングも北海道入りを目指して頑張りたいと思います。それでは第3回のワーキングウォーキング実践スタートです。すごいぜ、これマジで。こんだけラインナップあったら、あなたのご要望ございます。これ迷うな。緑丼も行きてえな。打ちてえな。ちょっと打ちたくなっちゃったな。番長3か、台数が多すぎる。あー、何かの運命か、この隙間から緑丼が見えた。打ちたくなっちゃうよな。打っちゃおうかな。いや、即やめかな。 OK。 いや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 、わかりませんよ、こんなものは。何にも覚えてませんよ。
というわけでですね、もう非常にね、豊富なラインナップの中からですね、ちょっと懐かしさに、苛まれてしまいまして、いざなわれて緑ドンビバ2に着席してしまいました。かなり懐かしい機種でございますので、当時はよく売っておりましたが、今の私は何も覚えておりません。エクストリームラッシュっていうやつがあったねっていうぐらいなんですけども、ちょっとね、まあ、3回目ということで、非常にもう日本もね、半分もう走破してしまったので、ちょっとここいらで一休みということで、緑ドンビバ追加して、いやー懐かしい。あ、広角っぽいね、何かね。一応昨日、あ、これ広角だね、夕方行くでしょ。あー、これリセットでしょ。はい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 。一応多分もう下手したら ART 中閉店じゃないかという感じの台だったので、ありえますね。お、あれ、ええリーチ目じゃない、えこ んリーチ目ですね、どう見てもこれビバ目だよね。あれ確かビバ目っていうやつ設定数はなかったか。風下段停止からのビバ目、これビバ目2ですね。設定6だと4000分、あれすごいやらせ感、嘘引いたな。ボード、わらららららら、ら、いやいやいや、グロテスク。ってことはだ、三連ドン蹴ったから赤7の方か。いやいや、すごいロケットスタート。え、わい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 、おおおおと、わっ、ギジボじゃないよね。あ、ギジボーナスだ。揃いに行ってた。あ、失礼しました。ギジボーナスプラス ART なんで、なるほどなるほど、そうだそうだ。あー、思い出してきた。いや、もう全然わからんかったわ。全そうね、そうだね、ギジボーナスだね。よしよしよし、いやいや、あり、どうだろう、本当か、いきなりあるか、急にビバメ引いたぞ。はい、どんちゃんでございます。ドドドー、あれ、中段に揃ったら偉くなかったとかあったよな。ああ、あったね、そういえば。トンビック、なかなかのスタートダッシュ。あー、そうだ、思い出した、スイカとか入れるんだ、打ち上げるんだ、思い出してきたぞ。そうだ、でビリゲゾーンでなんかベル引いてうんぬんみたいな、あるある。 あれ、これ今日じゃねえか、今日だね。ん、右リール中段にバー風、あー、今日ですよね、今日ですよ、お、今日です、今日チェリー。ただ今日チェリーってそんなでもなかった気がするんだよな。煽っております。あ、ほら、今日チェリーって確かに、ね、そこまでどえらい役でもなかった気がするんだよね。どん揃いもなし。あれ、こっから全長入んだっけ。あ、入らない、入らない。あら、これ強かったな、ジャックじゃん。これ熱いやつだったような気がするけど、お、お、
どうなの？逆風だぜ。あー、チャンスアップ、いるだろう、いるって、いる、いるよ、いる、わっしょい。これはこれは弱風でボーナスが当たった。え、これ、弱風でドンビックが出てきたら強いぞと、うんうんうん、朝とか昼から、あ、夕方、あ、夕方今弱チェリー引いてたからステージ、今ここに夕方が構えてたんよ。降格である可能性はあるよね。降格滞在時でも、まあ降格滞在時でも結構もう設定差あるな。ドンビックだった場合は、あー、設定差あるやつが出てきました。123、125ゲーム、嘘だろ。今のところですね、設定差しか出てきてません。これはあるか、もしかしたらマジでこれあるぞ、マジ。あー、なしか、なし、やむなし、ネーモンはしょうがねえ。まあ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 、打つ、もう打つ理由はもうできてるよ。おう、斜めやん。強風、マジかよ。そうそう簡単に天井なんか絶対行かねえよこれ。そりゃそうだよ、そりゃそういうもんだよ。そうなんだよな、意外と強風引いちゃってボーナス当たっちゃうんだよな。今500のところまで行ってビリゲゾーンもらってから引くっていうパターンの方が良かったんだろうな。よっよっ、ドンビック、チャンス目、チェリー、あー、今日、あー、こんな告知でしたっけ、レバー王子じゃなかったっけ。おー、急いいけど、ありがたい。よし、アマゾンゲームスタートでございます。ビリーが一つ待機してるんで、あー、よいしょー、エクストリームラッシュでございます。これが継続率が内部的にあってね、何引くかで、継続率が変わると。白、一番安いやつ、あ、そうか、これ最初ベースゲームを決めるんだっけ。プラス5、今10ゲーム、青、やらないことする、やっぱり、あー、まだまだパターン、はい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 、緑あるよ、オーケー、あー、緑、赤、いやー、あれ、意外とこれなんかあれだよね、技がね、どえらい技出すと継続率がいいんじゃねえかって。あー、あかんか、これは、あー、いいよ、何？意外と？あー、
まだまだ男子35上出来じゃない、これ6コンボ35多分上、おい遅いこれ意外と多分上出来だった記憶があるけど、このぐらいあればよし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 、ということで、アマゾンゲーム計85ゲームで、あとはここにボーナスとビリケゾーンで、ビリケゾーンがスーパービリケゾーンになるからエクストリームラッシュを重ねていくというゲームセンスな、思い出しました思い出しました、おう来たビリゲゾーン、 ART 中のビリゲゾーンは、全てスーパービリゲゾーン、よいしょ OK ビリゲットチャレンジ、ビリゲットチャレンジ、よし右、よし、そしてそしてそして、よし右、よし、そしてそしてなの、もう一発もう一発くれ、せーあーリプレイ、くそ、あお、ベルナビだ、ベルナビが出てやがる、まあ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 、いいよ、Here we go! どうどうどう、青、緑、ミドルスケーボー、OK、あー、終わりか、一発目が20、おお、この、何？この、何？な、おし、何？なななななな、ってことはいかない！よしよし、大丈夫だろ、大丈夫だろ、大丈夫だろ、おい、マジか、マジか、ジュージュー、あー危ない、あー15ゲーム短え、チャンス、チャンス、ダブルテック、チャンス、おい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 、いいよ、ぬっ、あーいない、いるね、何かいるね、赤いるね、いいよ、2個目の2個目の強風の方が何か引っ張ってきてるね、あビリー、ボーナスは当たってないけどエクストリームラッシュがいるよ、いやーここちょっと踏ん張らないともうなくなるな、あと20ゲームしかない、色は白、白から白、15、5、5、5、よし、で、これ来た、オーケーオーケー、おかわり、おかわり、これ確かあれあったな、確定要素あったな、ゾロ目とか、うまい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 、まあ十分、よし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 、いいよ、クレイジー、ナイスラッシュ、ナイスラッシュです、頑張っております、
おもろ普通の床、あ、普通ジャンプ、ダメだ、あー、つくちゃーん、あー、まあまあ、惜しい、まあまあです。なんだ、何かいる、ビリゲゾーン、よし、うわー、起死回生のビリゲゾーンになるか。残り16ゲーム、まずはベル、よし、いやー、ここまで右と来てるんですよ、右で当たり当たりなんです。両方一緒に押してしまいがちなんですけど、そこは左、よし、そこはダメです、そういうのはダメです。頼む、うわー、一個かー、まだ二択は外してない、足りねー、青、今かい、あ、バックフリップ出るとちょっとね、期待できるんだよね、確かね、青、うわー、終わりか、やっだー、はーずきちゃーん、はーずきちゃーん、よし、よし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 、そうそうです、ダメだ、うわー、35ゲーム、絶妙、いたー、ワニちゃーん、おほほ、ここで強化勢、まだワンチャンスあるか、残りは18ゲーム、先輩オーバー、おいおいおい、おー、ボーナス、ありがて、あ、はずきボーナスちゃんですか、なるほど、めぐって書いてありますね、あー、終わる、計20ゲーム、なんとかもう一個先まで行け、あー、終わり、20ゲーム、20ゲームね、これってボーナス当たるとエクストリームラッシュじゃないや、エクストリームラッシュはもらえねえんだっけ、いや、煽ってるな、ある、いるな、いでよ、ドヤ顔です、任せんしゃーい、よし、残り27、あるよ、さあ、そろそろ見せてくれ、ブル、お、スケボーが黄色になってるね、よし、ここから大事よ、よし、青、あー、通常パーズ、よーし、よりいけるね、あ、赤、オーケーオーケー、青、通常、頼む、よし、うまい、ギター、何ギターギター、赤、ギター、うまい、緑、頼む、あー、ズキちゃん、はずきちゃんすげえ空気読める、およよ、いより頑張れ、まだだ、いより、はずきちゃん、あー、惜しい、3桁まだあと少し、80ゲーム、めちゃめちゃ楽しくなってまいりました。
死ぬほど面白い台だったんじゃないか。あ、よいしょよいしょ、よし飛んでる、はいはい、よいしょ、はい、ピリケゾン来た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 、大チャンス、ダダダダダダ、大チャンス。92ゲーム残してるな、ピリケゾン、これは大事だ、これは大事。ベル、はよし、右右左、今のところ右右左ね、右右左右右右左右が右右左左だった。よっしゃ、あぶねー、あぶねー、あぶねー、あーくそ、ここで MB 引いてればなー。あーにゃ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 、もう一個もう一個頼む。 MB MB の時ポポポポって言うよね、大体エクストリームラッシュ。おザワ、あい、あーこれ確か最低10よね、これは大チャンス、しかも緑、大事に行こう。そうだねそうだね、そう、そう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 、そうです、頼む頼む頼む、はずきちゃん、おっしー、おっしー、そんなはずない、なあ、やばい、これはやらかした、あー不安、やらかしております、やらかしてしまっております。あ、その床、バカ野郎、押せよ、あ、気をつけるか、ちょ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 まあまあまあ頑張った方でしょう。一気にプラス1機でございます。ここのこのこの色とかあったよな。よし、まあまあまあ初回のアマゾンゲーム ART にしてはよろしい。いやーおもろかったで、おい、ちょっと記憶をはるかにしのぐ感触なんですけど、こんなおもれえ台だったっけ。好きだったのは覚えてるけど、久しぶりに打つと良かったりするんだよね。オーケー、おなじみでございますな、サイの国埼玉大宮区、人口 11.37 万人、11万人オーバー、これなかなかですよ。やっぱ今までいろんなとこ行きましたけども、11万人オーバーはこれはなかなかだね。
で、ついで浦和かな、ついでじゃねえ、浦和の方がでかいね、15万人30万人弱が住んでらっしゃる、めちゃめちゃ人いますよ。あ、ベッドタウン、さすが出身有名人、これはいるよ、だって死ぬほど人住んでんだもん。小柳ゆきさん、椎名林檎さん、バナナマンのしだらさん、設楽さん、所ジョージさん、土田照之さん、七尾さん、反町隆史さん、樋口朝、漫画家さん、なんだこいつマジでルーはバカなんじゃないのか、やっぱり手元にいただいている資料に今ね、もうそうそうたるメンツを読み上げさせていただいたんですけども、補足として括弧でね、まあ僕が知らなかった場合だと思うんですけど、こういう人ですよっていうので情報が書いてあるんですよ。例えばもう初っ端からもうおかしいんですけど、小柳ゆきさん、まあ、歌手って書いてあればそれでいいじゃないですか、カッコあなたの傷を数え、あなたの傷を数えましょうってカッコで書いてあるんですよ、あなたの傷を数えましょう、あー押すんでってことはあれかなと。お、ジャックチューリー代表作的なやつが今回はカッコで飾ってあるんだなと。で、椎名林檎さん、シンガーソングライターカッコ本能ね、代表作です。その後ろにカッコナース服って書いてあるんですね。お前の印象だろPV がな、確かに PV で着てたからな、ナース服な、カッコナース服ではない、シーダリンゴカッコナース服ではない、多分そしてこれ作ったその編集のルーはね、多分バナナマンが好きなんだろう。バナナマン設楽さんに対するもうすごいんだ、情報が一人だけ情報がもうね溢れ出しちゃって、バナナマン、バナナ炎、バナナムーンゴールド、カッコ、カッコの中にカッコが入って、またラジオって書いてある。本当に雑誌の編集やってんのか、なんで同じカッコ使っちゃう。で、七尾さんタレント、カッコ七尾ポーズって書いてある。イラ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 、七尾を知らんやつに七尾ポーズが伝わるか。七尾知ってるわ、七尾さんの補足情報で七尾ポーズっておかしいだろ。書く、普通にアメリカを知らない人にアメリカンフットボールですって言う。いや、だからアメリカが分かんねえんだっていう話になるじゃん、バカなんじゃないか。1項目目、いつも改正平成28年の改正日数は全国1です。すごい、平成21年から8年連続で全国1を継続中、埼玉は晴れます、自転車発祥の地ですよ。皆さん乗りますかね、自転車。なんと埼玉生まれでございます。そのおかげでかどうか分かりませんけれども、県民1人当たりの自転車保有率が全国1位、チャリンコの国です。中竹さんも1台持っております。1人当たり 0.76 台ってことは2人に1人以上が自転車を持っています。まあ、だからよく言うのがね、埼玉県って坂がないって言いますから、それで多分自転車が便利なんじゃないですかね。坂が少ないって言われますからね。あ、本当だ、勾配が穏やかな地形、面積割も全国1位、だから坂がないってことですね。晴れるし、よく晴れて坂道もない、だから自転車は乗りやすい。これ理由は分かるよね、しっかりつながってますよ。埼玉は自転車王国です。川沿いを走る日本一長いサイクリングロードもございます。埼玉は自転車王国なんですね。手土産といえば亀屋だ。亀屋、おー、これは初耳ですね。亀屋とは埼玉県川越市に本店を構える老舗和菓子店です。東京でいうところの虎屋にあたる存在です。亀屋のお菓子が美味しいことは県民であれば誰もが知っていますと。
値段もそれほど高いというわけではないのですが、自分用に買う人はあまりいません。そのため亀屋の袋を持っているだけで県民の目が餌鉢の犬のようになります。亀屋の袋を見てテンションが上がるのは埼玉県民だけなので、炙り出し最適です。やかましいですねやかましいですね。そして、ゼリーフライを話のネタに使う。あ、これテレビで見たことあるな。ゼリーフライ、ゼリーフライは埼玉県行田市の名物グルメです。耳を疑うような名前と、まあ、食べるまで中身を確かめられないそのフォルムから県民間でもこいつはやばいとネタにされています。しかし中身はただのおからコロッケ。ヘルシーかどうかは微妙ですが野菜は取れます。味も素朴で美味しいですよ。ゼリーフライ、私もこれねテレビで見たことありますね。すごいですよ。武蔵野線にひたすら絶望するキャッチーですけどねなるほどね、武蔵野線がやたら止まると、ひたすらに止まる、風が語りかける、武蔵野線が止まる。兵庫、埼玉県の兵庫からで最後がとりあえず池袋ね。説明は近いからだんだん雑になってきてるんですけど、まあ池袋はね、そりゃあれですよ、埼玉から行った一番の、埼玉から見た一番のね、一番緊張である都会。あれいるか、ジャックだぞこれ。これどっかでボタンを押すとなんかあった。あいー627、うわージャックだぜ。なんちゅう、ちょうど今池袋の話してたのに。ハズキボーナス21、これ夜以外から ARP 当たると設定差ありましたね。突然ですがハズキボーナスの情報でした。残念ながらお昼でしたと。このハマった後のハズキボーナスは罪だね。埼玉県、これはなんもねえなこれなっちゃうよこれ、なっちゃうよ。そうなんだよね、ベッドタウンだからしょうがないよね。便利なんだもん、便利さが有利だもん。埼玉県発祥のものをいただきましょう。自転車以外にもござると。何が出る、何が出る。うなぎのかば焼き、あ、マジか。あ、そう、うなぎのかば焼きが埼玉県発祥だと。浦和あたりかい。あー、なるほどなるほど、そうなんですね。今やそのうなぎのかば焼き、まあうなぎ、あの成田とかね、うなぎが静岡とか有名なところでたくさんありますけど、かば焼きにしたのが浦和が発祥だってことですかね。はい、これはよくやりましたね。これはでかしましたよ。発祥のものさ、まだまだございます。舐めてもらっちゃ困りますよ。埼玉に埼玉の実力、これもうこれだけじゃございません。うなぎのかば焼き、自転車、そして生まれましたガリガリ君企業的なまあ埼玉の会社だと。なるほどな、クレミア、あ、じゃあもうクレミアの発祥も埼玉ってことになるよね。それありかい。それ言ってくるとだいぶ
だいぶじゃない、東京やばいことになると思う。場所そのまま3あります。埼玉生まれております。ガリガリ君は一体真偽です。ゼリーフライ来ました。分かったっつって、もうやっぱり来たかと。ないんですねじゃないんですよ。ないんですねじゃないんですよ。諦めてんじゃねえよ。やっぱまあね、人が住むためのね、あのコンディション整えてきてるから、あやっぱベッドタウンってのはそういうもんですよ。住みやすさがピカイ。810ゲーム全のまねしました。ナビがもう絶望なんだよな。パンクして全長が始まんなければやめでいいでしょう。はい、というわけでエンディングのお時間でございますけれども、ワーキングウォーキング第3回ということで、埼玉県は埼玉市見沼区に、お邪魔しております。今日はですね、ちょっとやっぱ店のラインナップがあまりにも豊富でですね、もうまあ、看板機種も多いし、結構ね、どこ行ってもまあ攻めてもね、期待できるような、いつもこういろんなところにばらけて入ってたところなので、まあ、緑道行っちゃったんですよ。懐かしさにちょっとここも誘われて、残念ながら3枚の方はですね、投資が、1万7000円で、回収がですね、94枚、ね、なので850枚から94枚ということで756枚のマイナスですね。756枚のマイナスなんですけれども、いやいや、まあまだまだお楽しみのあれがありますから、まだポイントは分かりませんよと。であとはもうちょっとまだ動くかもしれないからまだカウントします。で今回はね、埼玉県埼玉市、まあ、ミニマックさんですけど、まあ、埼玉市さんにちょっとスポットライトを当ててね、東京ですよ。もう東京っていうか池袋ですよね。本当にね、何でもあるわけ。これね、家って妙だと思うよ。都会が近すぎて何でもあるけど何にもないの。これね、すごい。だからそれがいわゆる個性だと思うんですよね。ユーティリティープレイヤーだと思うんですよ、埼玉っていうのは。だからね、すごく住みよいところなんですけどね。まあまあまあそんな感じでしょうね。うん、やっぱり都会なんだもん。というわけで、700枚ちょっとのマイナスを叩いてしまいましたが、こちらにですね、今日も万歩計をつけてますんで、あれあんま緑色にちょっと夢中になりすぎた感があるな。確かにあんまり店の中とか回ってないんですよね。歩数が1765歩。まあいつものやつ、もうね、やってもやらなくてもいいっていうルールなんですけど、サイコロチャレンジ、まあもうやらない意味がわからないので、まず負ける気がしない、ここ2戦の流れから。なので今回も、1765ポイントですね、こちらを倍にして、またこれが倍になれば北海道に足届くんじゃないかなと思いますんで、それでちょっとチャレンジしたいと思います。それではサイコロチャレンジのお時間です。サイコロチャレンジをやる間にカウント増えて1772本になりました。これをかけて勝負したいと思います。まずはスタッフサイドの出目を決めてください。激弱は5、真ん中ぐらいか。これ何面体なんだ、そもそも10面体だ。あ、ゼロがあるんだ。だからまあ半分よりちょい上ね。参ります。5より上を出して1772を倍、3544。イエス、こういうことなんです、こういうことなんですよ私。ちょっとね、1万2000ポイント到達も夢ではないなと
まだだって3カ所しかやってないからちょっとねサイコロ頑張ってもらわないと、せっかく私もさ、私気使って負けてるみたいなとこあるんだからさ、もう行っちゃうから早くしねえと。だからもうね、僕がちょっと大きくね実戦こけた時こそスタッフサイドとしてはサイコロをね張り切って振っていただかないと企画が終わっちまいますよ。というわけで、九州として、埼玉に来ました。次は果たしてどんなところにねご招待いただけるのか、そして全くね新しい知識なんかをまた勉強できたらいいなと思っております。日本全国すべての方言を喋れるようになったら私も今の忠敬を名乗っていいんじゃないか。それでは皆さん、またワーキングを第4回でお会いしましょう。次の伊能忠敬は君だ。